オパールデマントイドガーネットブローチこの曲線を帯びたデザインはアール・ヌーボーですそう、アール・ヌーボーとは19世紀終わりから20世紀初期にかけてヨーロッパを中心に流行ったデザインですこれはイギリスで作られたもので 当時アール・ヌーボーの様式を生かした植物の中に曲線を取り入れたものでオパールのお花とデマントイド・ガーネットを使った葉っぱで構成されています。デマントイド・ガーネットという石は光の屈折率がダイヤモンドよりも高いと言われている石で小さくても非常によく輝きます。 中でも色の少し濃いめのこうした石は遠くから見てもはっきりと浮かび上がり当時の色の薄い他の石に比べても現代でも価値が高いです裏を見るとしっかりとした金の作りで 15カラットというイギリスで作られた15金を示す刻印が打たれています。こちらに小さい穴が開いていますが、これは本体の部分が中空で作られているため、いろいろなパーツを合わすときに火をかけたときに爆発しないために開けられた穴です。石の裏もオープンセッティングになっているのがわかりますね。また、この植物の部分。 裏を見ると太く強度を保つようになっておりますが表を見るとそのつるや茎を表す部分は細いナイフエッジが使われていますオパールも改めて見ると夕食効果があって赤や青緑などのファイヤーが出てきますデマントイドガーネットの横には小さな ダイデマントイドガーネットを使ったジュエリーは数が少なくまたアル・ヌーボーのデザインのジュエリーも非常に数が少ない希少な作品だと呼べます。 1900年前後にイギリスで作られた優美な曲線を帯びた作品胸元に斜めに使うとおしゃれかと思いますなおこれは当時のストッパーで根元の留め具が外れた場合においてこちらの安全ピンがこうして留めていて落ちないように使われたものですちょっと ワンチョッククッションというかデザインになって、それもそれでおしゃれかと思います。詳しいご説明などをご覧になりたい方は当店のホームページにお越しください。